山ちゃん。すみません、お世話になりました。お世話。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったら。はい。これはですね、はい、視聴者さんの皆さん、実は山ちゃん、3月いっぱいで神田を卒業でございます。ありがとうございました。そしてサーカスの気を利かせて、はい、無印で、選別の品をチョイスしてきたということで。ありがとうございます。はい、ちょっと開けてあげてください。はい。じゃあ開けます。サーカスチョイスは何なのか。大きいですね。触ってみて何だと思います？え、何そのあの箱の中身は何だろうなみたいな、そのえ、なんすかね、硬い丸い生物じゃなさそうですね。あ、多分多分、え、いいっすか見て、失礼します。え、これ僕の水筒、いや、僕の水筒動くの水筒ですか。あれ、え、やっぱ戻る水筒間違えちゃう、間違えました、間違ったんですか。これ僕の水筒です。それでこれでいいかなみたいな、いたずらも甚だまあさすが、いつも通りのっていうのはまあ冗談でですね、はい、本物がありますから、ね、おぉ、これですね、春ですよ。はい、山ちゃん、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。お世話になりました。 ありがとうございます。え、これはスタバシティボーイ。あ、シティボーイですもん、ね、じゃあ開けてみて、はい、じゃあ触ってみて、何だろう。いや、これはもう怖い怖い。え、生物じゃなさそう。生物ではなさそうですね。噛みつかなさそうです。はい。あ、多分。ドキドキしますよね。はい。もしかしたら、え、マジックかもしれない。失礼します。お。あと、袋の中に袋。あら。あら。あら、おしゃれ。おしゃれ。かっこいい、かっこいい水筒、新しい水筒がやっと、あー嬉しい。それ古い水筒は捨てられるんですか。あ、やっと捨てられますね。これはちょっと危険なんで、ちょっとこの水筒何が危険なの。いろいろと危険な水筒なので、いろいろあってこう洗えなかったんですよね。1年間そう、洗え洗わずに1年間使ったの。いや、いろいろあって、ちょっといろいろあって何が。で、はい、おー、でもかっこいいですね、これは。かっこいい、かっこいい、見えてる。多分これ宮崎って僕しか持ってないんで、シティーボーイだから、はい、だからやっぱそれ持っとかな。スタバに行ったら誰でも買えるわ。いや、多分売ってないです、宮崎のスタバには。これまだ入ってないと思うんですよ。宮崎ディスって日本にないの。え、そうなんですか。めっちゃかっこいいじゃないですか、僕。いや、山ん中がかっこいい。ああ、水道だ。というわけで、4月からですね、宮崎に戻って、また修行を頑張るというふうなことですので、はい、まあ、最後にちょっと一言ですね、選別の二言でもいいけど。特にないんですけど。それ、どっかで聞いたことないです。まあ、ちょっと短い間でしたけど、ありがとうございました。宮崎に行っても、ちょっと遊びに行くんで。あ、その時はお世話よろしくお願いします。はい、わかりました。チキン南蛮楽しみにしてます。じゃあ、はい、息子のように可愛く思っておりました。まあ実際にそんな年齢変わらない。いや、そうなんですよ。本当娘と年齢がほぼ変わらないので、とってもあの可愛く思っておりました。宮崎でも頑張ってください。お母さん、親孝行してあげてくださいね。はい、とっても寂しいです。山ちゃんの足つぼの痛がる演技が見れないかと思うと。演技楽しいで、そこに触れるんだ。はい、短い間でしたら大変お世話になりました。私からもちょっとこう。あら。
あららら卒業ということで、はい、ありがとうございます。はい、開けてみていただきたい。2本目ね、何個あってもね、3本目だもん、止まらないさ。次の日も使いますもんね。生き物、生き物ではない。はい、失礼しますちゃんと確認してなんだろう。でも白のパンツですね。毎日履きたいと思います。何、基本的に洗わないんだよパンツは嬉しそう。ね、もうペラペラなんでちょうど1年ですね。頑張って、はい、みんなで働いて緊張厳しいという部分はいろいろあったと思いますけど、院長厳しいと、まあ、でもそれもこの1年の学んだことを生かして宮崎、はい、頑張ってください。はい、宮崎に飽きたらまたシティに出てきてまた宮崎帰って、こう思いに行ったり来たりしてください。はい、ありがとうございます。1年間応援していただいた視聴者さんに最後、はい、メッセージを。そうですね、はい、1年間YouTube、 初めての YouTube で、初めの頃はガチガチに緊張してテンパったりよくしてたんですけど、割と最近までテンパってた。そうですねもう今も久々のなんでちょっと、はい、ドキドキしてるんですけど、本当にこういろいろな YouTube 見ている方々からの応援だったり、こう患者さんも来ていただいて、日本各地からたくさん応援していただいて、とても励みになりました。演技とかよく言われてたんですけど、まあ、演技とかしたことないんで、本当にちょっと体が悪かったんで多分今は全然余裕だと思うんですけど、はい、本当に演技ではなかったってことで、はい、言えば言うほど嘘幸せな環境に恵まれてですね、木下先生、あやさん、小沢先生と井上先生、いろんな初めての刺激を受けて、人としても鍼灸師としても成長できたかなと思いますので、宮崎に行っても地域の方々をですね、健康に幸せにできたらと思いますので、頑張っていきます。1年間ありがとうございました。お疲れ様でした。拍手。宮崎での YouTube をですね、はい、じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。なんか水筒別に洗わなくてもいいかなとは思ってたんですけど、それは何、山中県お住まいの？いや、ね、水しか入れないからです。あ、水しか入れないんで別に。だって水腐るじゃん。え、でも飲み切って帰るんで飲むときにこの唾液の菌が付着するとかはないんですか？はい、めっちゃ綺麗やね。うん、めっちゃ綺麗。無菌なんでしょ。はい、山中に。そう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 。なるほどね。山ちゃんの口腔内は無菌なんでしょ。無菌です。綺麗なんで。はい、だもう今回次は絶対洗います。洗うか。結局洗うの。